お疲れちゃんです。ラットラスター系で今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、こちらのラバデッキ使っていこうかなと思いますね。ラバホバですね。ホバの矢の雨型っていうので、こうちょっとね、矢の雨が今、環境若干きつつあるんじゃないかなと思います。ユニットじゃなくね、スペルなんですけど、まあ、理由としては、マルチだとガーゴイルの群れとかガゴとか、まあ、ロイフクガゴ群れとかもあったりだとか、まあ、あと五分小屋もですね、壊れる瞬間の矢の雨だと、小屋を壊しつつ、小屋から出てきたね、槍ゴブリンも処理する。で、エリゴレ系にも、エリゴレダクネとかも同じような感じで、相手にと全部ね、矢の雨がこう、いい感じに刺さりつつ、まあ、とかもありつつ、スケバレとかのね、小物系も最近ちょっと増えているので、まあ、その辺に対して、矢の雨がね、刺さってる。矢の雨が刺さる環境がね、来ましたというわけで、矢の雨ラバがね、今ちょっと強いです。まあ、小物に対してはホバですね。このホバも、もう強くて、ホバプラス矢の雨がね、強いんですよね。よいしょ。あれ？ちょっと待って。耐える。まあ、こんな感じで、ホバに対して当ててくる小物を、まあ、ベビとか、まあ、あとなんだろう。まあ、矢の雨とかで処理してしまえば、意外とホバリングを処理できるユニットがあんまいないと言いますか。結構ホバがね、生きる環境なんじゃないかなと思いますね。というわけで、ここは、わー、ババで囲みますか。わー、これはね、さすがに無視せざるを得ませんね。で、小物、コウモリ、三角か、メガナイト、踏みか、マスケ回収とか。さあ、ゴーストなんかいましたね。相手メガナイトゴーストインドなんですよね。このデッキインドラがね、ちょっと辛いんですけど、まあ、そこはコウモリでね、なんとかタゲ取るか、この光栄でね、頑張りたいと思います。このホバリングをどうにか延命して、そうですね。多分ラバーハンド自体は相手のインドラにボコボコにされてしまうんで、ラバーはあんま通すというよりは、ラバーの後ろのホバリングをいい感じにね、活かせるといいかなと思う。ああ、これちょっとコムに遅いですね。反応おじいちゃんですね。よくない。で、まあ、こっからっすかね。本当に、一回相手がラバ出してきたんで、守ってカウンターの端前ラバで行きましょう。これ囲んであげて、飛ぶな。オッケー。飛んでない。いや、これはもうラバつけてあげて、で、これは溶かされるんですよね。なんで、ラバはインドで溶かされるので、この光栄のご利用しをしたいですね。非常に。やべ、このコウモリが。オッケーオッケー、いいコウモリ。インドラのタゲを取るこのコウモリ完璧ですね。さあ、間に合え。で、矢の雨が間に合うか間に合うか間に合う、危ねえ。オッケーオッケーオッケー。これ1本取れた。いや、でかいですね。残り15秒なので、まあ、ここなんか、いいコウモリいただいて。まあ、一応このメガナイト守りますか。まあ、キングフが折れそうなので、折ります。で、相手のメガナイトも間に合わず、というわけで、まああれですね。このインドラがやっぱこのデッキだと、まあザップとかそういうリセット機がね、ないので、インフェルノタワーとか、まあインドラとかね、こうまあきついって思われるんですけど、まあディガーがあるっていうのはね、このラバデッキの、まあ強みというか、まあ結構普通あるか、ラバは。あると思うんですけど、まあ光栄ですね。ホバがあるので、だからホバとかベビとかで、あとはラバパピーで、さらにディガーをつなげてみたいな。ラバ自体は、こうすぐ溶かされるかもしれないんですけど、その光栄がね、やっぱゴレとかと一緒ですね。ゴレは溶けるんですけど、その光栄がもう処理できないみたいな感じで、光栄をね、うまくこう攻めてつなげていけるといいかなと思います。矢の雨ちょっと隠しておきたいですね。なんとなく。なんとなく持っときたいので、一旦ベビーで、暇なのでディガー飛ばしつつ、使いまーす。相手はウォールブレイカー同じメガナイトウォールブレイカーっぽいっすね。すごい。あ、なんかタゲ取ってるコウモリしてますが、これはあんま入らないですね。さあさあ、今回はまた同じですね。ヤリゴブコウモリの、あ、これか。あ、普通のボムタワー型だな。高回転ですね。ヤリゴブコウモリ、ウォールブレイカー、ボムタワー、ポイズンとかっすかね。なんで、まあ、光栄が生きるでしょうと言った感じですね。さっさっさ、コスト使ってくれる。で、こっからラバ展開行きたいと思いますね。で、ここは、
やりゴブが竹取ってからコウモリでちゃんとねこのやりゴブだけはしっかり処理できるように。オッケー。さあ、あえて逆サイウォールブレイカーとかしかすることない気もするんですが、うん、そうなんですよね。いや、これどうだろうね、無視でもよかったっすけど正直。うん、そうっすね。いやー、ちょっともったいないな、ちょっともったいないっすね。いやー、ディガーでもつなげればよかった。待って、めっちゃ迷った。まあ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 、待ちましょう。後半になればなるほど僕の方が有利になってくるので、ディガー来るか。来ましたね。まあ、小屋で耐えつつ、これ2体来てくれるっすね。オッケー。いい小屋。で、次ラバ展開して、今度逆サイの相手のめっちゃ来る攻撃は、やらめ柵で抑えたいですね。で、攻めの課題作って、まあ、2周のやらめなんとかするかなぐらい。オッケーオッケーオッケー。で、このホーバーがね、絶対きついのよ、相手。よしよしよし、これがね、嫌な雨の強いところ。これで、全掃除して、まあ、あとなんかこうつけて、多分、ボーポイがあると思うんですけど、ボーポイしても、そんな抑えられないと思うんですが、どうでしょうか。で、もう一回小物系が来ると思うので、もう一体ユニットをね、足したいですね。オッケーオッケーオッケー。足して足して足して、これ止まらない。で、相手の攻めも、もう嫌な雨でね、止めれるといった感じで、まあ、これ柳雨使う必要もないですね。そう、こういう小物デッキはめちゃくちゃ増えてるんですよ。今回相手がウォールブレイカーだったんですけど、ウォールブレイカーの枠が柳、スケバレか。スケバレだったり、まあ、なんかそういう、あとラバ対決もね、柳雨なんで、ちょっと強いですね。相手のパピーのダメージを抑えれますし、後衛のね、ガゴとか、そっち系に打つこともできるんで、結構ね、ラバ柳雨ホバがね、今、マルチちょっと増えてますね。まあなんか、ロケット方式のコウモリのホグとか、まあ僕も使ってたんですけど、そういう高回転系に対して非常に強いですね、ヤナメが。刺さりますと。いうわけで、ヤナメラバがね、来てます。なんか同じようなこと2回言ってる気もするんですが、まあ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 、お気にせず、行きましょうか。ミニペッカー。いやー、ゴブが強いんですよね。これどうせ耐えるんで、今コストトントンぐらい、おー、3ワードか4ワードぐらい取ってますね。いきます。で、ラバ展開して、逆サイはコウモリぐらいですかね、軽く。ミニペヤナアメって何なんですかね、わかんないですよ。ヤナアメなんで、これまた同じで僕のラバはあんま通んないですね。なんですけど、まあ、この後衛をね、うまく活かしていければいいかなと思います。で、スパーキーか。これちょっと攻めにコウモリ使っちゃおうかな。おー、相手のコウモリとタイミング被る。めっちゃ美味しいですね、これ。で、まあ、ババで囲みますか。うん、いや、美味しい美味しい。しっかり囲んで、ミニペイバック。あれ？ちょっと待って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 、ミニペイ。うわー、ちょっとやべやべやべ。てか、ロケット押しすげーですね、あれ。やべやべ、暴れる。これやべ、ラバーパピー全部溶ける。うーわー、美味しい。やなめ打ってくれた。神神神。これ、コウモリきます。トゥルル！あー、外したー。恥ずかしい。しかも大ピンチになる、逆に。待って、シャシャった。今のヤナハメ打ってなければよかった、マジで。こういうのは気をつけないといけないですね。相手は、ジャイスパスパーキーミニペコウモリカゴムですね。ロケホースね、しかも。なんで、ヤナハメを3発ぐらい打ちたいんですが、まあ、なんとかなりそうですね。ガゴムですね。コウモリは基本的にヤナハメ打たずに、まあ、ロケホー結構厄介ですね。ロケホーかガゴムにヤナハメ打っていきたいですね。あと311やりゴブリンでとりあえず落とす。で、相手のスペルがヤナハメだったんで、多分ホバとベピが生きるんですよね。なんでホバとベピを低めに置いて、こう、まあ、このユニットで基本的に相手のユニット溶かしていきたいですね。ホバー。で、もうコウモリぐらいなら使っちゃうか。わぁ。うぃ。あ、待って、ミスった。うわ、ミスった。今ディガー、俺のつもりだった。今ディガーだった、俺。マジでミスった。あ、でもいい。なんか強い。オッケーオッケー。いや、強いぞ。これ多分耐えれますね。俺の感覚だった。オブねー。めっちゃ際だった。今入ってたらちょっと危なかったっすね。で、115は柳雨で削れる。オッケーオッケーオッケー。これもユニットまあ出しつつ、やりこぶが、チクッ。オッケーできるできる。もう一発殴れ。もう一発殴ってくんねえかな。柳雨2周回しますか。だからこの辺にガゴムレが、こんにちは。ああ、こんにちはして。スパーキーが打ったので、ババで囲んで。いや、耐えれるか？耐えて、耐えて。耐える。あ、耐えない。待って。耐えない。耐えないので、真ん中スパーキーぐらいされると、逆にピンチになっちゃうので、警戒して、オッケーオッケーオッケー。
これね、ディガーで耐えます。いやな、お、ザップ、オッケーオッケー、耐える、来た。ここ耐えてしまえば、相手今ジャイ使ったので、まあ、真ん中スパーキーとか来ても一発ぐらいは許容できるんで、焦らず行きましょうか。とりあえずユニットから入って、相手はね、そうユニットしか今ないので、で来てもミニペで、ヤナメはいらない。オッケー、来ましたね。落ち着いて、しっかりラバ出して、これはねさすがに勝ったかな。真ん中スパーキー来ても、あの別に一発撃たれたら取ってなので、あれ、うちのホバが、でホバがコウモリ撃たれるタイミングぐらいでベビー出してあげて、もうねまた光栄が去って勝ちという感じですね。なんかラバー結構光栄ですね。光栄のホバベビーで刺していくイメージかなと思います。ヤナメも結構刺さってるんでね。で奥底のウィザードとかネクロとかロケット押しとか、そういうのにはまあ積極的にディガー当ててね、いければマスケとかもね、ファイバーポイズンとかライトないんですけど、まあ処理できるかなと思いますんで、ぜひぜひこちらのラバデッキね使ってみてください。というわけで、多分メガゴリコウモリの方が回しやすくて使いやすいですね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。よければね、チャンネル登録と高評価と、あとコメントの方もね、はい、よろしくお願いします。ではバイバイ。